リビア人民虽然取得リビアでは新政権誕生に向けた動きが活発になっているものの、物資が絶対的に足りません。そこでイギリス、ドイツ、フランスの3カ国は国連制裁委員会に対し、食料などの緊急救援物資を購入できるようにするため、銀行に凍結されているリビアの資産のうち約50億ドルを引き出せるようにすることを提議しました。しかし中国の国連代表団はこれに難色を示しました。 AFP 通信によると、イギリス、ドイツ、フランスの3カ国は合わせて50億ドル近く、日本円で約3500億円のリビアの資産を凍結しています。リビア新政権を担う予定の国民評議会はこの直前、人道援助のため海外にあるリビアの資産の凍結解除を求めていました。これに対し、イギリス、ドイツ、フランスの3カ国は食料購入のための資産凍結解除に同意したものの、中国国連代表の反対にあります。中国の社会問題に詳しい丁暁濃さんによると、カダフィ政権崩壊に対し中国政府はずっと曖昧な態度を取り続けていました。カダフィ政権の終わりが近づくと態度を変えましたが、それは表面だけに過ぎないといいます。这是关于这个是否解这个解冻卡达的资金提供给这个现在的过渡政府，中国政府的态度又出来了，那就是在里边设法做羹。那么这个事情呢，本身可以看出来，就中国政府其实非常不愿意看见卡扎菲这样的独裁者垮台，所以中国政府其实现在心里，应该讲是很不舒服的。那么他借找到一个机会，他就要表现一下。中国政府もカダフィと同じ独裁政権。ただし独裁政権の崩壊が避けられないことは歴史が物語っていると丁さんは強調します。AFP 通信によると、国連の規定では反対がない限り、国連制裁委員会は定義の3日後には資金凍結解除を承認できます。そこでイギリス、ドイツ、フランスの国連外交官は、中国の国連代表が反対しないよう、説得を続けているそうです。从我们过去来看他的话呢，他是站在卡扎菲这一边了，从这个消息报道啊，还有他在这个锦非区的时候投这个弃选票啊，到现在为止呢，不承认这个反对派的这个客观存在吧，或者是这个政权的行使吧，都说明他是，这个在很多方面呢，更多的是倾向这个卡扎菲的方面了。カダフィ政権の資金凍結解除に中国政府が反対することについて、中国の多くの高官がすでに資産を海外に移しているため、それらの凍結を恐れているのだとも述べました。アメリカ在住の中国人経済学者カセイレンさんも、自身のブログでこの問題を指摘しています。欧米にある独裁者の巨額資産に対し、欧米各国は凍結した上でそれらの資産をその国に返すと宣言していると指摘。返還された資産は国民の生活を良くし、司法システムの基盤づくりに使われるといいます。カセイレンさんはさらに踏み込んで、独裁者が不正な手段で手に入れた大量の富は最後の砦を失ってしまうとも分析しました。新唐人テレビがお伝えしました。